場内の皆様にご案内申し上げます。試合に先立ちまして、セレモニアルピッチを行います。ここで本日のスペシャルゲスト、リサさんをご紹介させていただきます。岐阜県出身です。テレビアニメ、鬼滅の刃ライバルに向けて、グレンリーが大ヒットを記録し、昨年、2019年の大晦日には、第70回 NHK 紅白歌合戦に初出場されました。そして先月、3年半ぶりのニューアルバム、レオナイン、現在公開中の劇場版鬼滅の刃、無限列車編主題歌、ホムラを同時リリースし、累計週間アルバムシングルランキングにて、令和初となるダブル1位を獲得。まさに今、日本の音楽シーンを席巻するトップアーティストです。さらに、今シーズンの CBC テレビ、ラジオ、中日ドラゴンズ野球中継テーマソングで、ラトトシアパもリリースされ、中日ドラゴンズとのコラボレーションが、ここに実現。我らがドラゴンズをいつも応援してくださっているリサさんが、いよいよ、今夜、名古屋ドームに初登場です。なんかいつもより長くない。